おはようございます。速稼塾の久保です。世界で同時株安が起きていてね、ニューヨークのダウもだいぶ1000円以上、2日間で2000円ぐらい落ちたんですかね。日経平均もかなりの、ね、下げを見せていて、予断を許さないところなんですけども、この影響っていうのはね、当然ですけども皆様の生活も直撃するんですよ。例えばですね、サプライチェーンなんていうのがありますけども、いわゆるね、ショップに商品を並べる前の納品業者さんなんですけども、こちらの方にですね、入庫がないわけですよ。例えば昨日もお話しましたけども、工事の現場でですね、例えばエアコンが届かないとか、冷蔵庫が届かないとか、洗濯機が届かないとか、で、トイレのね、設備が届かないってことによって、リフォームが今中断してるところが多いんですよね。で、入荷があるかって言ったらないんで、やっぱりね、生産工場止まってますから、入荷がずっとないんですよね。そうなると、次の発注も受けられないってことになります。発注を受けようと思ったら、やっぱりね、商品を別のルートから探せるようになると思うんですけども、高いわけなんですよね。ですから今かなりね、中間業者さんとか中小企業の方、不安を感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。1ヶ月流通が止まるだけで、物流が止まるだけで、こんなになっちゃうんですよね。これが前回お話した適正在庫のデメリットなんですよ。適正在庫って言って、余計な在庫を持たない分安くできたわけなんですけども、その代わり一旦ですね、納品が止まると、どっかのルートが止まると、もうそっからあとずっとね、全部ダメージを引いてしまうってことになります。さあ、こんな不況の中でも動き出しているのが、儲け続けていられるのが投資の世界なんですよね。やっぱニューヨーク平均株価もね、日経平均株価もだいぶ落ちてますけども、チャートってのはね、上がろうと下がろうと利益を取ることができるんですよ。その最大のものが FX なんですけども、FX ってのは何事もなかったように普段の動きをしてるわけなんですよね。急落とか急騰とかありますけども、FX ってのは普段の理屈で勝っていける、儲けていけるってことになりますんで、不況だろうがね、好景気だろうが、人口が縮小しようが拡大しようが、どんな国だろうと、FX ってのは常にお金を取り出せる無敵のツールなんじゃないかなと思います。もちろん勉強しなくてはいけませんけどもね。それではね、今日も FX の方でバリバリと稼いでいきましょう。では、速稼塾の塾生さんは、FX の相場解説のコーナーの方へどうぞ。それでは失礼します。